これです。人間の動作でこう移動するじゃないですか。これって一部分を切り取ってるから、このままスムーズにもみんな前に行くと思いません？本来アキレス踏むと踏んでても滑るはずなんですよ。だからレベル15までのウォーキングっていうのは大げさに言うとこういう感じなんです。これお尻で止めなダメなんですよ。アキレス腱の反発を使って大臀筋と内転筋を引く。そうやな。ここで強い力を生み出す、生まれるってなったらフォーカスはやっぱし大きい筋肉。この大臀筋と内転筋をした時にどういうね、次エネルギー伝達が生まれるか。大きいダイナミックが生まれた時に次はベクトルになるんですね。人間まっすぐ動くっていうのがいかに難しいか、超大事な筋肉があります。でも動画の中でまっすぐ歩けたらだいたい直筋がなんか肥大するっていうのはもう覚えてるんですよ。はい、トップのアスリートって全体大腸筋肥大するって話じゃないですか。大腸筋と腸腰筋の拮抗で、ね、それでまっすぐ動きます。次18いきますか。側屈する可能性はレベル17までを経てこう振った時にこうグラッと、うん、ありえるよねこれ、はい、それを防ぐために一番大事なポイントは軸を保つためにはやっぱり多裂筋なんですね。そうですね。もう一個腹斜筋。お、OK。 多裂筋と腹斜筋の拮抗です。左右両方多裂筋、腹斜筋しっかり拮抗させると側屈もしないよっていうね。レベル19ラスト、もう一個ここを円滑に進める方法があります。小胸筋にフォーカスさせてこっちを長く保つ。そうです。神経伝達筋も決まってるんです。絶対長い方がいいです。小胸筋、小胸筋の長さを出すために大円筋を締めるっていう振る舞いやね。小胸筋を長くするために大円筋を使うのはいいけど、どうする？それだけやったら伸びないから。伸びんな。広背筋使って小胸筋と大円筋の長さを作る。まあそういうこと、そういうこと、そういうこと。これにどう動かす、どう振る舞わす。大筋動かす。嘘やな。より大きいエネルギーが生まれてるから大きい筋肉にしないと受け止めれないよってことね。ウォーキングの終わり方に行くんですよ。レベル20、これです。これ揃え出したら歩行じゃないんで、歩いてるスピードさえちゃんと正しく止まらない人間がスポーツのスピード動作どうやって動くんっていう。レベル1より内転筋を強く締めるだけです。歩いてる状態で内転筋横に締めたら止まります。そしたらもう一回レベル1からスタートできます。よっしゃ。じゃあこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日も。